とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今週来週はマイクラダンジョンズ4周年記念ということで、いろんなコメントに答えていこうと思います。今日の質問ですけども、釣り竿連打のやり方、そして釣り竿ができる武器、できない武器の説明をしていきたいと思います。まず、釣り竿連打ですけども、アーティファクトに釣り竿を入れてください。で、釣り竿の場所を連射コントローラーで連射します。で、その間に攻撃ボタンを押すと、こんな感じで、釣り竿を振りながら攻撃を連打していくっていう感じになるんですよね。これ、大体の武器だったらできるんですけども、できないやつももちろんあります。それを説明しますね。できるやつが結構ありますので、できないやつを説明した方が早いかな。まず、できないのは、無知。無知はできません。で、グレイブ。グレイブもできないですね。そして、フロストスレイヤーですね。フロストスレイヤーだけじゃないな。クレイモア系はできません。そして、ボーンクラブ。これもダメですね。まあ、基本的に、攻撃が遅いやつはできません。んで、他にもできないやつがあって、あ、これ。これは結構攻撃速度速いんだけども、できません。スイフトストライカー、裏切りの刃か。これは、できませんね。そして、星なき夜、黒曜石のクレイモア。これも、することができません。あ、ハンマーもできません。ハンマーもダメですね。注意してください。他は、あ、怒りダメです。怒りも、連打はできません。これぐらいかな？うん。ですね。今言った武器は、釣り竿連打がそもそもできませんので注意してください。で、条件付きでできるやつがあります。条件付きっていうのが、釣り竿プラス、キノコを食べればできるっていうやつですね。それが、こんな感じです。槍なんかは、その対象なんですよね。釣り竿連打で、攻撃すると、こんな感じで、槍は振りません。でも、これでキノコを食べると、ちょっと振るようになるんですよね。まあ、こういう武器もあります。その武器がですね、まず槍ですね。槍と、他にもあって、あ、これ、テンペストナイフ。テンペストナイフ系も、キノコを食べないとダメです。で、それ、あとまだもう少しあるんだよね。あ、これこれ。ツルハシ。うん、ツルハシはめちゃくちゃ強いんですけども、キノコを食べないとできません。で、あとこれね、呪いの斧。両刃斧系も、キノコを食べないと発動しませんので注意してください。そんくらいかな。あ、違う。刀だ。あ、いや、刀は、キノコ食べなくてできるよ、なんか。刀は、普通にできますね。そんなもんかな。うん。大体の武器ができるんですけどね。うん。まあ、そんな感じです。で、さらにもう一つ、条件付きでできる武器があるんですよ。それが、ソウルナイフ系、トゥルースシーカーとか。うん。こういうやつは、普通じゃできないんですよ。キノコ食べただけでは、発動しないんだけども、キノコプラス、攻撃速度が 25% アップする防具があるんですよね。これを装備すると、キノコを食べて、こんな感じで攻撃を入れることができます。まあまあ、そもそもそこまで早くはならないんですけどね。うん、でも通常で使うよりも、結構強くはなります。はい。まあ、これが、釣り竿連打のやり方ですね。で、相性がいい、エンチャントがありまして、相性がいいのが、衝撃波、そして、旋風、その二つは特に相性がいいですね。なんかつけてなかったっけ？衝撃波と旋風をつけると、こんな感じでめちゃくちゃ強くなりますので、
まあ、あの武器にもよりますけども、クリラオレンダを使うときにはつけた方がいいと思います。あと相性がいいのがパーセンテージで発動するやつですね。雷とかクリティカル、まあ、攻撃速度が、めちゃくちゃ速くなりますので、パーセンテージで発動する、エンチャントっていうのがものすごく強くなります。はい、まあ、こんな感じで、いい感じになりますので厳選してみてください。はい、ということで今日は釣竿連打の説明でした。本当にこれ結構強いので一つ持っておくのをおすすめします。あと連射コントローラーは必要になるんですけども、いろんなね、ゲームで連射コントローラーは使えると思いますので、ぜひ一つ買ってみてはいかがでしょうか。無線になると結構高いので有線コントローラーでもいいと思います。有線だったら結構ね1000いくらとかで安いやつがありますので、はい、一つ持っておくのもおすすめしたいと思います。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。